空っぽだった苦しみや ケイクマガでございます。プライベートカーセックスラジオ、突発的な第21回でございますね。今日は2021年の4月9日金曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。ケイクマガは生きております。あざす。この放送は憎しみレコーズからお送りしております。今回近況会でございます。身の回りいろいろちょっとあって、しばしバタバタしていたんですけどね。まあ基本的にはバタバタしてるんですけども、なんだろうね、いろんなことが起きますから、大変でございます。なんかね、そのあたり機微につきましては直接お目にかかった時にライブとかね、お話しすることが、こんなことあったのよってお話はしたいと思います。最近はね、何してるかな、ジョニー・キャッシュ聞いてますね。ジョニー・キャッシュ詳しくないんです、そこまで。若い頃はよくわかんなくて。ジョニー・キャッシュ、あのね、昨年末出した、今もお届けしているこのルルっていう曲も収録されているプライベートカーセックスっていう音源を作った時に、例えばね、ミュージシャンの宮下無双なんかがそのプライベートカーセックスのプライベートカーセックスのことをね、レナード・コーエンのようだだったりとかっていうような、あのね、言葉をいただいたりしたっすけどもね。レナード・コーエンもちろん大好きなんですけど、でもう一個あったのはこのジョニー・キャッシュなんですよね。ジョニー・キャッシュを最近、あのミュージックビデオをね、家事をやりながらね、今にのテレビにね、 YouTube で、ジョニー・キャッシュのミュージックビデオを最近よく見るんですよ。あの「ハート」って曲があるでしょうね。あのビデオはすごく美しいですよね。あの曲、俺ほら、あのなんだっけ、あれでしょ、ナインチネイルズだっけ、トレント・レズナーの曲のカバーをジョニー・キャッシュはやっている、っていう、あれ ラストシングルなのかな。あのね、もう亡くなったんでね、ジョニー・キャッシュ、そう、あのビデオもう、あれはさ、あれ見るとさ、もう明らかにそのね、就活じゃないですか、終わる方の。あのもう分かってたんでしょうね、彼にはね。すごく美しいビデオで、あれはすごくいいですよね。そう、何が言いたかったんだっけ。そう、ジョニー・キャッシュ、プライベートカーセックスを撮るときにジョニー・キャッシュのことが念頭にあったよみたいな話なんですかね、これね。ジョニー・キャッシュもほらね、マインブラックとか言って、俺もあのライブの時って大概全身真っ黒なんですけど、黒い衣装、衣装っていうか、あの格好、俺の場合はあの格好で普通に家から行くので、ライブ衣装、ステージ衣装っていうものはないんですけど、なんだろうな、ジョニー・キャッシュ、まあ、彼も多分方便で言ってたと思うんだけどね、その黒い衣装をまとう理由、まあそれが
後付けかどうかみたいなことはあまり重要じゃなくてね、うん、なるほどなと、シンパシーを勝手に、うん、覚えながらジョニーキャッシュを聞いているっていう近況でございますよ。最近、昨日ね、昨日酔っ払って YouTube ですんごい俺久しぶりにね、ジミー編を聞いたっすよ。ジミー・ヘンドリックス知ってます？ジミー・ヘンドリックス、久しぶりにジミー編のライブ動画を見たらめちゃくちゃかっこよかったっすね。あの人かっこいいっすね。何言ってんだこれ、ジミー編かっこいいね。その後ストーンズとか見ちゃって、ストーンズもかっこいいですね。知ってます？ストーンズそうそうそう、ストーンズっていうアイドルがいるじゃないですか今で。なんかね、前にねツイッターかなんかで見たのかな、そのほらジャニーズのねアイドルグループでストーンズって読む、シックストーンズって書いてストーンズって読むっていうアイドルがおらっしゃるでしょ。あれをなんかね、そのローリングストーンズがいるからけしからんみたいなつぶやきを見たことがあるんですけど、俺はねこれ大いに結構なことだと思いますね。はい、ありがとうございます。ね、これがあることで俺みたいなじいさん、ねえ、おっさんがさ、若い女の子とストーンズの話ができるできるチャンスが生まれるわけじゃないですか。うん、ねえ、あ、ストーンズ好きなんだ、あ、俺も好き好きっていう話ができますよね。大いによろしいんじゃない、したことはないですよ、したことはないですけど、大いに結婚なんじゃないでしょうかと、思います。ケイクマガでございます。そうそうそうね、そこで違う対象のことを話しているっていうことはお互いに分からなくてもいいじゃないですか別にね。基本的にだって若い女の人と話してそのね、どうせ分かんないんだから俺大いに結構なことだと思います。私何の話を、そう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 、でさ、昨日酔っ払ってツイッターやってて、でね、そうそう、なんかのツイートつぶやきをした時に、ここのラジオでもねずっと述べていた、今年これから大きなプロジェクトとして自分の中でね、立ち上げていく、ザ・ダークパーティーという音源をプロジェクトを、始めるみたいなことをね、これはもう何年も前から計画していて、コロナがあったりしてこうね、延期があったりとかいろいろでございますけども、これをやるんだっていうようなことを前々からここでもね、ラジオでも述べさせていただいてたんですけど、で昨日酔っ払った時にツイッターで何気なくね、じゃあちょっとと思って、ほらタグ機能ってあるじゃないですか、なんかシャープみたいなやつ打ってさ、その後に言葉単語をつけて、だそのタグで検索できるみたいなさ、あれでね、なんとなくザ・ダークパーティーってタグをつけてツイートをしたんですよ。で自分のツイートを見て、そのザ・ダークパーティーのタグをクリックすると、なんかもうすんごいいっぱい出てきて、ザ・ダークパーティータグが全然知らなかったですね。ザ・ダークパーティーっていう固有名詞がもうすでに存在していて、何かライブの告知だとかなんとかみたいなパーティーのようなもの、いろいろ出てくるんですね。俺はすごくショックを受けまして、そう、このダークパーティーを作ろうと思ったもう 2,3 年前かな、その頃からあって構想がね、その頃には一度俺被るの嫌なんで検索するんですけど、当時なかったと記憶してるんですよ。で温めてたら今あったっていう大事件が、昨日起こりまして、非常に慌てましたねこれなんだろうね、困るんですよ。そう、
なんでかっていうとね、俺これでザ・ダークパーティーを作るみたいなことをずっと考えていて、そうで、これでね、ダークパーティー、ザ・ダークパーティーの音源を作って、でその音源をもってして、同じ名前のね、ザ・ダークパーティーっていうバンドを人を集めようというような目論みをこっそりしていたんですよ。だからそうなってくると被るのはね、あの音源のタイトルだったらさ、被っても構わないんだけど、それを音源を作って、でその後その音源と同じ名前のバンドをやるっていうことを青写真として、そうなればいいなと、なればいいなと思ってやってたんで、そうするとね、問題が、だからどうしようと思って、なんでツイッターでもびっくりしてその上ツイートしたかと思うんですけど、おそらくだからザ・ダークパーティーっていう名詞を使わずに違う方法を考えるしかないなと思っていて、しかもね、その辺の目論みもね、全部と昨日慌ててねツイッターでつぶやいてしまったので、まあ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 その辺ね、まあでももうね、時期的にも、もうこっからはね、ネタバレしながらさらけ出して生きていく方に舵を切っていこうとは思っていたので、何が言いたいかっていうと、まあ次に作る音源、というよりもプロジェクト、ザ・ダークパーティーは、名前がおそらく変わるだろうと。そしてその新しい名前はまだ思いついてないと。そしてそのプロジェクトの名前を使ってバンドをやりたいと思っております。人生最後のバンドなのかどうか、バンドをねやりたいって昔もね SNS とかで募集をしたことはあったんですけど、まあまあまあ、まあ、バンドやろうかなと思いましたよ、最近。なんかね、いろいろ聞いてて、見てて、まあ、多分俺やった方がいいんだろうなと、実感として、覚えたので、そういうことをやってみようかな、と思って、おります。なので、腕に覚えのある我こそはっていうね、ものすごくかっこいいロックンロールバンドを作りませんか。よろしくお願いします。まあゆっくりしっかりやろうかなと思っております。ねえ、それはって、で、まあ、あとね、もう4月9日になってますけど、4月はね、今月ライブないんですよ、俺。たまたま、たまたまなくて、なんかこう、ね、こういうのはタイミングと縁と、まあ、いろいろでございますよね。今月なくて。そうで、5月がね、5月から先はちょこちょこ、やっていこうと思っております。今、分かってんの、この間オファーが来た、5月16日日曜日、に、おそらく俺もなんか、なんかやりますね、これはあの頭なくす関連株でございますね。はい。でね、5月の末、5月29日土曜日、それから30日日曜日、この2日間をかけて週末、5月の末の週末に広島行っ
行きます。広島県の方へ遊びに行かせてもらって、うん、ライブを、おそらくその2日間ともねライブができると思うんで、よろしくお願いします。熊川で、ございます。そうね、そしてまあ、うん、まあまたね、この後いつになるのかな、土曜日中にはまた、第22回の放送、このラジオですね、なかなかやってきてね、なかなか定着しないこの言葉周り、なんだっけ、オーディオコメンタリーの最終回になるのかどうか、うん、ちょっと考えてますけど、でずっとね、今年2021年はケイクマガワ活動10周年ということで、そのね一番最初から作った順番通りに音源、今まで作ってきた音源のをラジオでかけながら、それに対して今の俺がオーディオコメンタリーコメントを行うっていう放送をこのところしつこくやってきたんですけど、いよいよ、最新作のプライベートカーセックス以外では一番直近の、作品、2019年リリースの生活、ね、先日 YouTube にフルでアップしてますんで、これをチェックしてもらって土曜日のオーディオコメンタリー放送を聞いていただきたいと思います。ケイ熊川でございます。うん、近況会お送りしました。なんだろうね、近況、本当の近況、ずっと飲んでるね。飲むために生きているのか、いや、飲みながら、まあね、ちょっとね、冒頭申し上げた通り、いろいろ身の回りごたごたあったりとかね、してたので、そうですね、まあその間もずっと飲んでますね。飲みましょうかね。飲んだり、音楽をやったり、ファックしたり、みたいなことで人間は生きていくんだと、思います。ケイクマガでございました。あざざす。Says forgiveness のオーディオコメンタリー、まだこうね、もっとぶっちゃけてよかったかなと自己反省はしておりますが、まあ、何でも聞いてください。あざす。ケイクマでございます。